妄想っていうのかな、自分は理算に行けるんだと、これから勉強していくんだっていう感じが全くしない。理由は、質問されても、まず的確に答えられない。はいはい、プランもなんかいい加減に感じる。はい、そんな中でね、はい、もう30超えてもね、自学自習でいけるんだと。まあ、言っている根拠みたいな、のあるの学力面では、うん、目でよ分からないっていうのは、思いますね。す学力は、例えば、その、なんですかね、その、まあ、まあ翻訳すると、こう、なんか見た目で判断しないでほしいって意味。 もちろん、あの、僕がなんかでもチャラそうで、チゃラ、まあ、喋り下手で、うん、でも、学力は、そ、そこそこあるかもしれない。ないかもしれないです。だから、見た目では全く学力分からないっていうのが、僕はそういう考えなんで、そこはでも間違ってると、僕は思います。でも判断しようないよね、僕ら。会話すればバカかどうか分かるで。うーん。うん。うんそうそう、ね。<laughs>